何百億という光を超え、何千億という闇を抜けて、やがてたどり着く世界。死後、神に選ばれた者だけが来ることを許されるユートピア。そこをエリシオンという。ここがエリシオン。なんという美しさだ。しかし、アテナは一体どこに？困るな。そんな血生臭いなりで妊婦たちを驚かせては。お前は？我が名はタナトス。なんだ、その金色の髪と瞳は。お前はスペクターか？スペクターではない。神話の時代よりハーデス様の右腕として仕えてきた最も信頼されている側近の一人だ。側近だと？なら話は早い。そのハーデスを追ってここへ来たアテナはどうした？死んだ。今頃は私の兄弟、眠りの神フィプノスがハーデス様にその屍を捧げていることだろう。バカな！嘘を言うな！ハーデスはどこだ？バカめ、お前にいちいち答える義務などないわ。コスモが燃えている限り、俺は命を懸けて戦う。私の可愛がっているニーフが怯えてしまったではないか。ファイト！調子に乗るな。しかし、お前のような取るに足りない存在が、あの嘆きの壁を通り超次元まで、このエリシオンにたどり着く、まさに奇跡よ。このエリシオンは、神話の時代から一度たりとも汚れたことのない浄土。お前のような戦士が土足で踏み荒らすとは、死をもってしても償いきれん。俺はハーデス様のお近くで騒がれた目覚め、もはやたとえこの場が戦意となっても気持ちよい。俺はお前を殺すぞ。こしゃくなペンサス、お前の体を跡形もなく消し飛ばしてやる。まだ生きない。俺にはまだやるべきことが。俺は認めん。さあ、時計にじめしども。俺のコスモ見ろ。神の力を。ペガサス優勢か。パーフェクト、ウィナー。負けられない。アテナのためにも。コスモの極みを満たせ。今ので終わりか？俺の渾身の剣が効かないとは。神と人間の力の差が分かったか。お前は肉体だけでなく精神もズタズタに攻めさえなんでから殺してやる。空、地上の様子を拝ませてやろう。行方不明だったお前の姉が見つかったようだぞ。あれは姉さん。セイカ姉さん。姉さんが苦しんでいる。さあ、ペガサスよ、地上でお前の姉がもがき苦しんで死ぬのをとくと見届けろ。やめろ。他にもセイントのウジ虫が何匹か迷い込んだようだったが、お前もその一人か。あと何匹だ。お前の他にあと何匹入り込んでいるのだ。お前も死にに出てきたようなものだな。さあ、このエリシオンへ潜り込んだセイントはこれで全部か。では
お前らウジ虫どもをまとめて地獄へ叩き落としてくれるわ。待て。ほう、もう一匹いたか。お前はフェニックス一騎。地獄の亡者に代わって恨みを晴らしにやってきた。地獄の豪華に焼かれて消えろ。パンドラに仇を打ってくれと言われてその気になったか。はいと恨みを晴らしにやった。この記憶にお前に命をもてあそばれた人々の恨みがこもっている。それを今こそ受けろ。あなた俺は死を司る神。いちいち死んだ奴らに恨みを受ける筋合いはない。残念だ。俺は神だと信じる時でお前のような邪悪な神を絶対に認めるお前は少しはやるよ。だがこのタナトスを本気にさせたのは貴様のようなウジ虫が神であるわ。お前の全身比をつけるためにフェリックス剣魔剣勝者。パーフェクト。剣は肉体よりも精神を砕く。フェニックスは何度でも蘇る。フェニックスの羽ばたきをもってすればたやすいことだ。神を怒らせたことの報いを思い知るがいい。本来ならお前の五体を粉々に引きちぎって宇宙の果てにばらまいてやるところだが、このエリシオンではそこまでの流血はハーデス様に恐れ多い。だが首だけは引きちぎって地獄の煮えたぎる釜の底へ放り込んでくれるぞ。死ねえ。ん？なんだこの共鳴は。遥か地獄界の彼方から聞こえてくる。この共鳴はまさかゴールドクロス。